もう何年も音楽に携わっているのに、その効果が感じられなくて、ピアノやリトミックなどの習い事をやめようかな、と思っていませんか？でも、ちょっと待ってください。こんにちは。0歳からの音楽教育家の滝沢由美です。お子様のクリエイティブ性と感性が豊かになる音楽で子どもを育てるお話をしています。今日は子どもたちへの音楽教育について考えてみましょう。今あなたのお子様はピアノやリトミック、バイオリン、何かしら音楽教育を受けていらっしゃいますか？お母さん、あなたの大切なお子様に音楽教育というものを提供してくださりありがとうございます。この番組をご覧の方は、おそらくお子様の音楽教育にご興味がある方だと思います。そしてもう何年も音楽に携わっているのに、その効果が感じられなくて、ピアノやリトミックなどの習い事をやめようかな、と思っていませんか？でもちょっと待ってください。音楽教育の価値と効果は、時間の経過とともにじわじわと花を咲かせるものなのです。とても大切なことなので、覚えておいていただきたいのは、第一に、音楽教育の効果はすぐに目に見えるものではないということです。それは認知能力、自主性、クリエイティブ性、問題解決能力など、子どもたちの成長における重要な要素を育てるのに時間がかかるからです。人間の子どもは成人が18歳とされていますが、生まれてから大人になるのに18年もかかるのと同じように、音楽教育の効果は目に見えませんが、あの時ピアノを習わせてもらってよかったと親子ともども実感するまでにとても時間がかかるんです。第二に、教育の効果が現れるのは何年後に現れるのかという質問に対して明確な答えがありません。研究によれば、その効果は10年、15年、あるいはそれ以上かかることもあると言われています。ですが、その間に子どもたちが培っていく力と成長は計り知れないものがあります。音楽教育が子どもたちの未来を豊かにし、成熟させていくのは間違いありません。最後に大切なのは継続です。短期的な成果だけを求めず、音楽教育を続けることが子どもたちの力を本当に育てる秘訣なのです。繰り返しの練習と探求が将来の才能と成功につながるのです。はい、本日のまとめです。音楽教育は時間をかけて育つものであり、数十年後にその価値が現れるものです。花の開花に例えるなら、早期に根付けをして長期的な視点を持つことで、子どもたちの未来に素晴らしい大きな花を咲かせる手助けとなります。お母様、すぐに結果を求めるのは大変危険です。せっかくのお子様の花の開花を中断して、つぼみのまま茎を切断してしまうことになります。そうすると、一生花が咲かないばかりか、枯れ花になってしまいます。目先の見えることにフォーカスするのではなく、遠い未来に視点を当てて、どうかお子様の音楽教育を続ける勇気を持ってください。お子様の未来が音楽の魔法によって必ず花を咲かせるまで、温かく見守ってくださいね。今日もお話を聞いてくださりありがとうございます。この番組は毎週日曜日夜の7時に公開しています。よかったなと思いましたら、いいねやチャンネル登録よろしくお願いしますね。いつも番組をご覧くださりありがとうございます。お子様に音楽教育を取り入れたいけれど、どうやって取り入れたらいいのか、ノウハウがわからないと思いませんか？ここで言う音楽教育は、単にピアノを習うだけではありません。ピアノを習うことによって、お子様に何をもたらし、どういうふうに成長していってもらいたいのかという、子どもの未来を開く明確な教育が、私の提案する音楽教育です。一人で悩んでいるうちに、お子様はどんどん成長していってしまいます。音楽教育を取り入れて、豊かな情緒と感性を育み、お子様の未来の幸せにつながる音楽教育を始めたいと思う方は、LINE にご登録ください。
このページの QR コードまたは概要欄から、私と一緒に音楽でお子様を育てましょう。